あいつ何なんだろう、最後まで。まあ、出てこ、出ます。結局出て行ってしまったけど、マリーにディランのことを知らせておこう。まあいなくなったけど、いなくなったけどだよね。下に降ります。マリーの部屋206、ドアをタッチします。コンコン。誰？部屋の中からマリーの声がした。マリー、俺だ。ハイドさん、ドアを開けてくれ。わかったわ。あんたに脅迫状を送っていたのはディランだった。え、そうだ、あんたを監視していたのはディランだったんだ。じゃあやっぱりあの人はナイルの。そうだ、でも奴は俺に正体を見破られ出て行った。本当なの？ああ、ディランには少し脅しをかけておいた。あんたがこの町を出るまではその脅しは効いているはずだ。ハイドさん、この手紙を返しておく。いらなくないこの手紙。ハイドさん、私決めたの。あの人を信じて逃げるわ。そうか、心配しないで。言ったでしょ、私案外強いから。マリー、あなたが私の話を全て聞いてくれたから、何があっても逃げてみようって思えたの。本当にありがとう。マリー、俺が帰ったらドアに鍵をかけて誰も部屋に入れるな。そして明日の朝、誰にも告げずにここを出て行け。4時。4時か。パトリス夫人との約束の時間だ。じゃあパトリス夫人のとこ行こう。下降ります。階段で行こうか。あ、こっちで行こうか。エレベーター乗ろう。あ、いや違うな、やっぱり階段で行くわ。ごめんね、うろうろして。じゃあ降ります。夫人か。コンコン。どうなった？カイル・ハイドです。ハイドさん、約束の時間です。ドアを開けてください。大事な話があるんです。ハイドさん、ごめんなさい。え？今ちょっと手が離せなくて。朝のお話のこと、またにしてくださらない？なんだと？なんだとだよ。とにかく、今はダメなの。帰って。どうしたんだろうか。
どうする？一度部屋に戻って出直すか。夫人、大丈夫これ、まあ、とりあえず戻るしかねえか。なんか揉めてない？部屋の中で。大丈夫かね？戻るしかないか。あれ？はい、ドックン。あ、じいさま。フランク・レイバー。君を探していたんだ。約束の時間はまだのはずだ。何か用か？さっき、ディランの部屋を訪ねただろう。ああ。あの男、慌てて出て行ったようだが。一体何があった？ あいつもう帰ってこねえぜ。あいつはこのアパートから逃げ出した。逃げ出しただと？そうだ、あいつにはナイルの息がかかっていた。そのことを俺に見破られてアパートを逃げ出したんだ。そうだったのか。やっぱりあの男はナイルが送り込んだ男だったか。やはり私の考えていた通りだ。とんだ名探偵がここにいる。あんたディランのことに気づいていたのか。後から言ったもん勝ちみたいになってるけど、あんたディランのことに気づいてたのか。まあうすうすな。ディランの尻尾を何か掴んでいたのか。いや、ああ見えて奴はガードの固い男だった。私に尻尾は見せなかった。じゃあどうしてあいつのことに気づいてた？ディランには隠しきれない匂いがあった。そんなに匂った？長く刑事をやっていた人間にだけわかる特別な匂いがな。あんたの勘か。ああ。それにあの男の動きは彼女に照準を合わせすぎていた。彼女？パトリス夫人だ。パトリス夫人がどんな女か分かってる人間から見れば、ディランの動きはいつも気になるものだった。だから私はあの男が出入りしていた場所を必ずチェックしていた。パトリス夫人がどんな女だと言うんだ。パトリス夫人が一体どんな女だと言うんだ。君が掴んでる情報くらい当然私も掴んでいる。パトリス夫人は悪党の女房だった女だ。彼女の亭主だったジョージ・パトリスはホテルケープウエストの支配人だったマイケル・マックベイの友人で、そしてキャシー・マックベイ殺害の第一容疑者だった。君もマイケル・マックベイの息子から話を聞いたのなら、あの事件についてそれくらいのことは聞いているだろう。マイケルの息子は母親を殺した犯人は誰だと目星をつけているんだ。ジョージ・パトリスだ。そうか。あの事件を最初に担当した刑事と同じ見解だな。ジョージがキャシー殺しの第一容疑者だったのか。
あの事件を最初に担当した刑事がそう言ってた。ジョージは事件発生時にパーティー会場には不在でアリバイがなかった。でもそのアリバイを後になって証明したのは妻のマーガレットだった。あんたはジョージが犯人だったと思っているのか？ああ、思っている。そうか。そしてそのジョージは25年前に消えたレッドスターの行方も必ず知っているはずだ。え、ナイルがディランを使ってパトリス夫人を監視していたのなら間違いない。レイバーさん、あんたはさっき俺にこう言わなかったか？レッドスターがどうして消えたのか、それを知っていたのはホテルの支配人のマイケル・マクウェインだけだと。それはホテルの従業員の中でマイケルだけが知っていたということだ。コンドルの首謀者だったジョージ・パトリスがそのことを知らなかったはずはあるまい。そしてそのレッドスターの話にはもう少し先がある。ディランはどこに出入りしていたんだ？もうこれラッキーズカフェ行かない感じ？ディランはこのアパートのどこに出入りしていたんだ？4階と地下室、そして空き部屋。地下室？それから時々留守中の部屋もメンテナンスと称して勝手に覗いていた。私は306号室から出てくる奴の姿を何度か見ている。それからディランはパトリス夫人の部屋にも出入りしていた。奴の目的は何だ？監視と情報収集、そしてレッドスターのアリカの手がかりの捜索だ。何だと？ディランもレッドスターを。そうだったのか。どんな話があるんだ？その話の先にはどんな話があるんだ？その話はカフェでするつもりだったが。レイバーさん、ここまで話したんだから全部話してくれ。わかった。アイド君、私はこう睨んでいる。レッドスターの行方を知っていたのはマイケル・マクベインだった。しかし妻が殺されマイケルは怖くなった。そしてマイケルはレッドスターを誰にもわからない場所に移した。例えばそれは閉館されたホテルなのか？かもしれん。そしてマイケルはきっとレッドスターのありかを何かに記録していただろう。いつか誰かがレッドスターをここで探すことが分かっていて、マイケル・マクベインは誰がレッドスターを探すと思っていたんだ？レッドスターが消えた事実を知っていた人間たちだ。それは誰だ？コンドルの首謀者であるジョージ・パトリスと妻のマーガレット・パトリス、そして部下のマイクとピーター、それからコンドルの背後にいたナイル。
マイクとピーターはマリーの親族だったな。その中で今も生存しているのはマーガレット・パトリスとナイルという組織だ。レッドスターが消えた事実を知っていて、今も生存しているのはマーガレット・パトリスとナイル。待てよ、レイバーさん。レッドスターが消えた事実を知っていた人間はまだいるだろう。え、あんただ。レイバーさん、あんたはどうしてレッドスターが消えたことを知っている？それは話せないのなら、俺とあんたの話はこれで終わりだ。わかった、話そう。アイド君、私がなぜここで過去の事件を調べているのか、その理由は名誉の回復のためだ。どんな名誉の回復だ？どんな名誉の回復なんだ？私の名誉の回復だ。え？アイド君、25年前に私はコンドルの捜査をしていた。その捜査の中で私はホテルケープウエストがコンドルが盗んだ宝石の密売の舞台になっているという情報をつかんだ。しかしその捜査の最中に私は死刑の内務調査で告発され、現場を外された。ある男の陰謀にはめられてな。どんな陰謀だ？コンドルの実態に一番近づいていた刑事を現場から外して捜査を難航させた。その男は私に汚名を着せてナイルにすり寄ったんだ。あんたを陰謀にはめた男、それはマイケル・マクベインか？違うな、ヒュースペックか？まあ、こっちだろうね。それはあの市長候補のヒュースペックか？そうだ、やつは犯罪の撲滅を謳って政治の世界でのし上がろうとしている。まったく馬鹿げた話だ。アイド君、私の目的はヒュースペックの過去を糾弾して自分の名誉を回復することだ。ハイド君、おかしいだろう。こんな老いぼれが 何を言うかと。私は何の取り柄もない一介の刑事だった。若い頃は誰にでも食いつく気の荒い人間で、組織からはみ出しても捜査を続けることが正義だと思い込んでいた。そんな男が内務調査で告発されたことで短い牙を簡単に抜かれ、死刑の片隅で生きる人間になってしまった。でも一介の刑事にもプライドと執念は残っている。死刑をやめた今だからこそ私は自分の正義を信じて過去を調べているんだ。レイバーさん、あんたの目的はヒュースペックの教団、つまり死刑とナイルとの癒着の証拠を探すということなのか？
そうだ。ハイド君、このアパートの中にはきっとレッドスターが隠されている。そしてそのレッドスターを見つける手がかりになるはずのマイケル・マクベインが残した記録の中には、私が求めている証拠の手がかりもあるはずだ。レイバーさん、あんた4階でマイケル・マクベインの記録を探したことがあるのか？探したが見つからなかった。もしかしたらすでに誰かが見つけて別の場所に保管しているかもしれないが。他の場所か。そういえばディランが言っていたな。マリーとあのパトリスのおばさんだよ。特にあのおばさんは自分の部屋に何か隠してる。ああ、間違いない。監視していればわかる。ハイド君。え、何を考え込んでいるんだ？もしかして君はマイケル・マクベインの記録の隠し場所に心当たりがあるのか？そんなものはないが。いや、さっきの顔は何か当てがありそうな顔だった。知っているなら話してくれ。どうした？やけに突っ込んでくるな。言っただろう、俺には心当たりなんてない。いや、あるはずだ。ないものはない。ごまかすな、知っているんだろう。喧嘩しないで。隠さずに話してくれ。急に大きな声出さないで。おい、そんなに大きな声を出さなくても聞こえてる。何をそんなに焦っているんだ？別に焦ってなんていない。君に心当たりがないならいいんだ。そうか。アイド君、すっかり話し込んでしまったな。カフェでの約束はキャンセルだ。結局キャンセルになっちゃった。それでいいな。じゃあ私はこれで。フランクはそう言って階段を上がっていった。あのじいさん、マイケル・マクベイの記録のありかをそんなに知りたいのか。さてと、もう一回パトリスのとこ行ってみようか。あれ、なんだ、階段から誰か降りてきた。また？誰だ？あれ、また降りてきた。ハイド君、ちょっといいか？どうしたの？なんだ？話ならさっき済んだはずだ。さっきはすまなかった。反省が早いこと。君の気を悪くするようなことを言ってしまって。さっき君が言った通りだ。私は、スキュースペック教団の証拠探して焦っている。だから、例のマイケル・マクベイの記録について、君の心当たりと私の予測が一致しているかどうか知りたかったんだ。あんたはどこにあるって予測しているんだ？予測は2箇所だ。私がまだ探しきれていない4階のどこかと、
パトリス夫人の部屋だ。まあ、ここ濃厚だよね。パトリス夫人の部屋だと？そうだ。彼女の部屋に隠されている可能性は高い。実はさっき思っていた。もしかして君も彼女の部屋に当たりをつけたんじゃないのかと。それで話は何だ？俺にまだ何か言いたいのならさっさと話してくれ。そうか。じゃあ聞いてくれ。アイド君、私と協力してパトリス夫人の部屋を調べてみないか？なんだと？このアパートでこんなことを話せるのは君しかいない。どうやって調べるつもりだ？私がパトリス夫人を呼び出して、カフェで1時間ほど話をする。君がその間に彼女の部屋を調べるんだ。鍵はどうする？鍵をかけずに出かけさせたらいいんだろう？まあそうだけど。そこは私に任せておけ。大丈夫？パトリス夫人は、あんたがコンドルを操作していたと知っているのか？いや、知らないはずだ。彼女は私を警戒はしていない。ハイド君、君だっていつか、彼女の部屋を調べたいと思っていたはずだ。どうだ？かもな。よし、話は決まった。私はこれからパトリス夫人を誘いに行く。私が彼女とカフェに向かったら、すぐに部屋を捜索してくれ。捜索対象物は、マイケル・マクベインが残した記録だな。そうだ。パトリス夫人の部屋の捜索を終わったらカフェに来てくれ。そこで情報を交換しよう。わかった。じゃあ私は行く。フランクはうなずいてパトリスの部屋へ向かった。あのじいさんうまく呼び出せんのかね。下降ります。誰かの話し声が聞こえた。わかりました。ではカフェ。足音とともに二人の声は遠ざかっていった。チャンスじゃね。じゃあ入ろう。よし、開けようね。よし、鍵はかかっていない。やるな、じいさん。パトリス夫人が戻る前に急いで部屋を調べなければ。